ブルトン語は、ブリトン語系ケルト諸言語の一つである。ブレース語、ブルターニュ語とも言われる。ブルトン語は、著しい危機に瀕しているというネスコの危機に瀕した言語のレッドブックによって定義されている。ブルトン語とフランス語のバイリンガル教育を行うクラスに、在籍した児童の数は2006年から2012年までは33%上がり。 14709人に上っているが、2008年にブルトン語の教育を受けた児童は、ブルターニュ全体児童の1.38%である。自治主義者からや、学校やメディア、公的生活でのブルトン語仕様の公認を求める人々からの単眼にもかかわらず、ブルトン語はフランスの公用語になっていない。ブルトン語は、バスブルターニュ、大雑把に言うと、プルーアから、 ラ・ロシュベルナールまで伸びる線の西側で話されている。ブルトン語は、かつて、ブリテン島からアルモリカ、そして、ガリシアにまで足掛かりを残したブリトン諸語から来ている。コブルトン語は9世紀から、その存在が証明されている。ブルターニュ西部で庶民の言葉となってからも12世紀まで、上流階級の言葉であったが、一方で、貴族やブルジョワ階級はフランス語を用いるようになった。 書き言葉として、ブルターニュ広告は、ラテン語を用い、15世紀から、フランス語に切り替えた。ブルトン語文学には限られた伝統のみがある。いくつかの古いブルトン語の語彙が、現在も残っており、現代ブルトン語の哲学や、科学用語に残る。フランスの代々の君主は、政府の事業にフランス語を必要としたにもかかわらず、仮想階級が話す少数言語に注意を払って、 来なかった。フランス革命時代は、地域間を超えた言語としてフランス語を優遇する、政策が取られた。反動主義者や応答派勢力は、無知な農民たちを自分たちの側に置こうとして、地域言語を好むと、革命家たちが想定したのである。第三共和制、第四共和制、第五共和制において、ブルトン語やブルトン語文化を根絶させることを目的と、 する屈辱的な観光が1960年代後半まで公立学校内で行われていた。現在、フランスの政治的中央集権化とマスメディアの大きな影響を受け、1950年代には100万人以上いたブルトンゴワ社は現在約20万人に減少し、その大半が60歳以上となっている。20世紀初頭テーブルターニュの人口の半分は、 ブルトン語しか知らず、残りの半分はフランス語とのバイリンガルであった。1950年、ブルトン語しか話せない、単一言語話者は10万人だけであった。移行休速に数は減少し、モノリンガルは今日残っていない。カンペールの道路標識。ブルトン語とフランス語の二言語表記である、ブルトン語は公用語、または地域言語として認定されていない、唯一の 生きたケルト語である。フランス政府は1994年に付加された共和国憲法第2条の変更を拒否している。これは長い間川社が最大の数を占めていたケルト語であったにもかかわらず、言語が今や危機にさらされていることを示している。20世紀初頭には約200万人いた和社は現在では25万人ほどまで減少しており、 フランスの政府承認言語ではないものの、復権が試みられている。カンペールなどブルターニュの主要都市では、町の案内板にフランス語とブルトン語を併記するほか、銀行の ATM の表示などにも積極的に使われている。また、ブルトン語の小切手を発行している銀行もある。1977年により、イマージョンプログラムで、ブルトン語を教えるディワンが始まった。 リワンでは小学校から高校までの数千人の生徒が学んでいる。2004年調査当時のブルトン語話社の割合ブルトン語は主としてブルターニュ西部で話されており、ブルターニュ東部では話者が分散傾向にある。ブルトン人移民のクラス国外でも話されている。S のローグで識別されているように、ブルトン語には4つの方言が現存している。レオン方言、トレゴール方言、 コルヌアイユ方言、バンル方言である。ゲランド方言は20世紀まで話されていたが、現在は耐えている。一つの村から次へと、わずかに変化して、方言連続体を作るため、これらの方言の間に、明確な境界線はない。ありがとうございます。